マカロンチャンネル北海道札幌2日目の朝が始まります。おはようございます。お正午の朝はですね、しっかりと日光浴びて、日光浴びて飲んで、今日は来年は正午のモーティングルーティン。おはようございます。太陽くんですね。そしてあのゴキくんですね。ごきげんよう。うのです。すごい鏡に映ってる俺の髪型がいい。2日目散策で飯に行きます。今日は北海道名物のスープカレーを食べると思います。セイコーマート今日やっと初入店できます。ザンギを買いましたよ。ザンギ唐揚げなんですけど、北海道の方はザンギっていうらしいんですよ。太陽 P の食レポが始まります。おお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 おいただきます。うん、めっちゃうまくない？いつも東京でも食べてる唐揚げに近いんですけど、でもこの札幌の地で食べる唐揚げがまた格別ですね。はい、じゃあ続けてしょうまくんのザンギ。はい、ザンギの食レポ。沖縄名物。沖縄じゃない。あ、違う違う。北海道名物ザンギ。なんで？いただきます。なんで沖縄？うん、どう？東京の唐揚げに比べちょっと甘めで、多分蜂蜜が入ってるのかな。嘘、はい、こだわりを感じる一品でした。実は15時から、札幌駅で路上ライブするというか止まって、しっかりと精力をつけて、音楽を届けていきたいと思います。もうこれ上がってる時には終わりか。15時から3時間、ストリートでライブをして、君のバースデーをもっとたくさんの人に知ってもらいましょうということで、今日も頑張って歌いますので頑張りましょう。頑張ろうね。おジンバル必要だなと思って購入しまして、札幌の2日間ずっと喧嘩しまくりですが、言うこと聞いて鬱陶しい。ほんまに鬱陶しい。鬱陶しいからやめて。頑張っております。はい、こっち向いて、こっち向いて、こっち向いて、こっち、そう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 、そんな感じですね。あ、そうそう、ゴキ君も向いてくれましたけども。俺じゃなかったんかい。スープカレー素揚げ。スープカレーめっちゃ美味しかったです。美味しかったです。太陽くんちょっと作業していただいてるので、その間札幌散策。トシハルです。こんにちは。どうですか今日は。最終日ですけど、スープカレーめっちゃ美味しかったし、涼しすぎて。そうだね、北海道がめっちゃ今好きです。ずっと住むかどうかも含めて1週間ぐらい札幌で過ごしてみたい。イエーイ。お披露目はいつですか。本日15時の、ストリートから。あ、ショモくんも買ったんですね。私服です。私服ですか。札幌でマカロンのことを応援してくださる皆様、メレンゲを癒せるように頑張りたいと思います。僕たちは自然を楽しみながら道を歩いて、ふと左に目をやると、こんなにも綺麗な、いやめっちゃ綺麗なんだ、せせらぎが見えますね。皆さんめっちゃ綺麗。今回ゴーキ君新しいコスチュームで挑ませてもらってます。白をベースにしたんですけど、そこにメンバーカラーの、ライトグリーン、間違えた、スカイブルーか、少し間違えた、スカイブルーを、取り込んだ可愛い感じ。そして今日は、バンプアップっていうんですか、それ頭バンプバングバック。2人の疲労を溜めているのは佐藤翔馬です。バカだねバカだねバカだね、私愛してほしいと思ってたなんて、バカだねバカだね、あなたを好きだ。
それおーベイベーなの。やったー。こんな感じで、ところ構わずではありませんが、誰もいないところでは、とにかく騒ぎまくってるマイカーローンことマイカーローンです。ショマくんとゴキくんがカラスと仲良くなりたいのか近寄っております。2日目時刻は、6時50分頃、大通公園止められた後、札幌駅の、反対口でもやりましたが止められてしまって、札幌駅の最初のところで5曲ぐらいかな歌って、なんとか舞台を収めすることができました。これから片付けていきます。札幌2日目、どうもありがとうございました。今から飛行機に乗ります。みんなお疲れですが、最後は3人で仲良くマック MAC を食べて体調を崩していきたいと思います。体調を崩していきたいと思います。出た。これ字幕今起こしたらやばいよ。え、みえさんごめん、これカットカット。うちのいのちゃんです。こんばんは。どうでしたか。大変でしたけど、無事に